They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine.生きるって苦しいですよね。ここがあなたの楽園です。あなたの相手はこの一瞬の命取りになります。私たち甘く見られます。これまでの対価を支払っていただきます。 もう逃げられませんので、足からず。ぬるい手を使っても無駄ですよ。秩序は保たず。この負けの元で。いいぞいいぞ。全てが作戦通りさ。咎人の血、罪の代償を。どうだこの生意気野郎。 よっ、効果がないといいですね。あいつらになんて言われるか。私を敵に回してはいけない。咎人の血を、罪の代償を。右に回って、次は左に。だんだん慣れてきましたね。今回は私の出番だ。 あなたは破れる定めなのです。よし、受けてみろ。私たち甘く見られてる。やる気になっていいんですか。私知ってるんですよ。あなたの秘密。ぬるい手を使っても。あなたの悪いんですよ。くれ。秩序は保たれ。少ない。この負けの元。よっ、 咎人の罪の代償を。なんと勝利ができました。
勘弁してくれないか。あなたがここに来たのは必然、運命の導きなのです。参ります。どんな手を使っても必ず勝利してみせます。見せだろ。どこを見て。なんとこの程度ですか。たかが知れてますね。やる気になっていいんですか。私知ってるんですよ、あなたの気に。私たち甘く見られてるんですか。これは結構効くんじゃないですか。トガ人の血を、罪は身の代償を。行くわ。体も温まってきたし、本気で相手してやるよ。秩序は保てに行けば、この魔剣のもとお手並み拝見といこう。似てえだろ。あいつらに何て言われるか。私を敵に回して。今回は私の出番のようです。生きるって苦しいですよね。ここがあなたの楽園です。マイクス、一瞬の油断、命取りになります。痛えだろ。私たち甘く見られてるんです。これまでの対価を支払っていただきます。もう逃げられませんので、あしからず。ぬるい手を使っても無駄ですよ。これは結構効くんじゃないですか。トガ人の血を、刃先に血が滴れば、もう戻ることはできない。体も温まってきたし、本気で相手してやるよ。秩序は保たれる、この魔剣の下で。この程度か、作戦は。ガラ空きなんだよ。罪は罰し、刃に鮮血を。さすがに衰えすぎたぞ。いいね。今夜つまらない演技は無駄ですよ。マイクス、どんな手を使っても必ず勝利してみせます。痛てな。この程度ですか。たかが知れてますね。やる気になっていいんですか。私知ってるんですよ、あなたの気に。後悔しないといいですね。くんじゃないですか。罪は罰し、刃に鮮血をしている。トガ人の死ね。純白のドレス、いいぞいいぞ。全てが作戦通りさ。トガ人の血を、痛えだろ。罪の代償を。お手並み拝見といこうか。よっとね。なに、暇してるのかい。どうだい、ふざけよっか。胸を散らべてきました。計画通りに。見てやろ。負けたか、こんちくしょう。排除完了。一緒に踊りませんか。めんどいけど、しょうがないか。右に回って、次は左に。来ましたね。参ります。もう諦めなさい。あなたは敗れる定めなのです。この程度ですか。たかが知れてますね。やる気になっていいんですか。私知ってるんですよ、あなたの気に。私たち甘く見られてるんですか。気だらけです。秩序は保たれ、剣は渇望している。この魔剣のもと、トガ人の血を。痛えだろ。これは舞踏会の気持ちが見られない。全てが作戦通りさ。トガ人の血を、罪の代償を。お手並み拝見といこう。倍にして倍すよ。ぬるい手を使っても無駄ですよ。おい、負けたか、こんちくしょう。排除完了。あえてこの俺に喧嘩を売る。生きるって苦しいですよね。
なたの楽園です。参ります。どんな手を使っても必ず勝利してみせます。古い手を使っても無駄ですよ。ここからもっともっと驚かせてあげますね。後悔しないでいいですね。ギガルクです。トガニンの血を、剣を、神の大将を、トガニンの血を、人格の体も温まってきたし、しまいました。本気で相手してやるよ。罪は罰し、ライバルに献血を。どうだ、この生意気野郎は。バラネしてやばいっすよ。あらよ。お手並み拝見といこう。やりりすぎたか。とってこの程度です。すまん、見てだろ。負けたか、こんちくしょう。排除完了。どうしたよ、甘く見られてるんだろ。あなたがここに来たのは必然、運命の導きなのです。あなたの相手はこの輪を命取りになります。後悔しないといいですね。これまでの対価を支払っていただきます。もう逃げられませんので、あしからず。私たち甘く見られてるんです。これは結構効くんじゃないですか。罪は罰し、罪は見逃さないと言ったはずだ。体も温まってきたし、本気で相手してやるよ。トガニンの血を、罪の代償を。どうだ、この生意気野郎は。だめ。ぬるい手を使っても無駄ですよ。痛えだろ。あいつらに何て言われるか。なんか勝利ができます。よかったです。めんどいけど、しょうがないか。右に回って、次は左に。だんだん慣れてきましたね。いませんよ。あなたでは、扉を開くことはできません。後悔しないといいですね。やる気になっていいんですか。私知ってるんですよ。あなたの気、み、ぬるい手を使っても無駄ですよ。あなたが悪いんですよ。参る。罪は罰し、刃に鮮血を。命を持って。どうして、どうして、この魔剣のもとで私を敵に回してはいけないこと。あえてこの俺に喧嘩を。私に相手だって感じかね。あなたがここに来たのは必然、運命の導きなのです。俺が負けると思うか。このまま敗者だったね。真実の光に従うなら仕方ないですね。あなたでは扉を開くことはできますね。この程度ですか。たかが知れてますね。ここからもっともっと驚かせてあげますね。ぬるい手を使っても俺が結構効くんじゃないですか。罪は罰し、罪は刃に献血を。言ったはずだ。人格の武器。まあこの辺でとどめを刺しとくか。トガニンの血を、罪の代償を。あいつらに何て言われるか。頑張った甲斐があります。あなたがここに来たのは必然、運命の導きなのです。いませんよ。救いが欲しいと。ならば差し上げましょう。この程度ですか。
ここからもっともっと驚かせてあげますね。ふん、あなたの悪いですよ。トガ人の血を、剣を、罪の代償を、トガ人の血を。この武道会は、まだやれ。私を敵に回してはいけないこと、次はないぞ。ご理解。右に回って次は左にだんだん慣れてきましたね。来ませんよ。機会が欲しいぞ。ならば差し上げましょう。後悔しないといいですね。これまでの対価を支払っていただきます。もう逃げられませんので、あしからず。私たち甘く見られてるんですよ。秩序は保たれ、刃先に血が滴れば、この魔剣のもと、もう戻ることはできない。ティナ、何の舞踏家の手続きも見えない。ここ、全てが作戦通りさ。トガ人の血を、罪の代償を。罪は罰し、刃に鮮血を。許さない。私を敵に回してはいけないこと、ご理解いた。あなたがここに来たのは必然、運命の導きなのです。あなたさえこの瞬間を決して忘れられないでしょう。どいてください。あなたでは危ないですよ。扉を開くことはできません。無駄ですよ。やる気になっていいんですか。私知ってるんですよ。あなたの気に、この程度ですか。あなたが悪いんですよ。トガ人の血を、剣を、神の代償を。トガ人の血を、何だろ。何だろ。何だろ。やり遂げなければならない。まあこの辺でとどめを刺しとくか。秩序は保たれ、おい、この魔剣のもとに。さすがに衰えすぎたか。排除完了。このを避けさせる。右に回って、次は左に。だんだん慣れてきましたね。どいてください。あなたでは危ないですよ。扉を開くことはできません。今です。チャンスだな。私たち甘く見られてるんですか。ここからもっともっと驚かせてあげますね。ぬるい手を使っても無駄ですよ。これは結構効くんじゃないですか。トガ人の血を、罪の代償を。見逃さないと言ったはずだ。いいぞいいぞ。すべてが作戦通りさ。秩序は保たれ。おい、痛えだろ。この魔剣のもとで。あいつらに何て言われるか。なら仕方ないですね。右に回って、次は左に。だんだん慣れてきましたね。まだ間に合う。よかったね。命乞いでもしてたらどうする。あなたにどいてください。させていただきますよ。ならば差し上げましょう。私たち甘く見られてるんですか。これまでの対価を支払っていただきます。もう逃げられませんので、あしからず。この程度ですか。あなたが悪いんですよ。罪は罰し、罪は見逃さないと言ったはずだ。うわぁ、聞いてやろ。何も見たくない。いいぞいいぞ。見逃せません。全てが作戦通りさ。
尖人の血を、罪の代償を。さすがに衰えすぎたか。私を敵に回してはいけないこと、ご理解。勘弁してくれないか。右に回って、次は左に。だんだん慣れてきましたね。来ませんよ。その投手に代わり、私が裁きを下します。私たち甘く見られてるんですか。ここからもっともっと驚かせてあげますね。後悔しないといいですね。好きだらけです。罪は罰し、刃に千切の血を持って。いいぞいいぞ、全てが作戦通りさ。秩序は保たれる。おい、この魔剣のもとで。こんちくしょう。頑張った甲斐がありますね。面倒くさいけどしょうがないか。右に回って、次は左に。だんだん慣れてきましたね。どいてください。あなたでは危ないですよ。扉を開くことはできません。倍にして返すよ。どうだこの生意気野郎。この手ないです。ぬるい手を使ってもダメです。これまでの対価を支払っていただきます。もう逃げられませんので、あしからず。私たち、これは結構効くんじゃないですか。罪は罰し、刃に血が滴れば、刃に献血を。もう戻ることはできない。体も温まってきたし、本気で相手してやるよ。咎人の血を、罪の代償を。さすがに衰えすぎたか。私を敵に回してはいけないこと。一緒に踊りませんか。私に会いに来たって感じかね。あなたがここに来たのは必然、運命の導きなのです。来ませんよ。総統主に代わり、私が裁きを下します。いやいや、後悔しないといいですね。やる気になっていいんですか。私知ってるんですよ。あなたの気に、この程度ですか。たかが知れてますね。だらけです。罪は罰し、刃に血が滴れば、血ればもう戻ることはない。この程度、このところで倒れるわけに。まあこの辺でとどめを刺しとくか。秩序は保たれる。この魔剣のもとで。あいつらに何て言われるか。どいてください。審判、危ないですよ。咎人の血を、罪の代償を。やり遂げなければならないこと。いいね、今夜は飲もうじゃないか。